キッドさん、俺も今では大きな舞台で活躍できるようになりました。キッドさんのように日本の格闘技界にブームを起こし活躍していくところをそばで見ていてほしかったです。俺たちが行った時にはまたいろんなアドバイスいろんなテクニックを教えてください。キッドさん、今まで本当にありがとうございました。お別れ会の時にああもういないんだなっていう気持ちにはなったっすけど、しっかり勝って天国に届けたいっすね。